このゲームって伝説のポケモン使えば基本負けないんですけど、今ちょうど暴言を吐いてきたイキリキッズくんと対戦してるんで、俺レベルになればそれじゃ通用しないってことを教えてあげたいなと思います。ここからどうやって勝つのって。ロックブラスト全部急所に当てるんだよ。気持ち悪い思考だな。こっちも気持ち悪いメガネかけやがってよ。なんで俺が今日メガネかけてること知ってんの。怖すぎるんだけど。現実ではメガネかけてるし、キャラクターでもいや今日目が痛いから確かに目眼鏡かけてるんだよね。お前監視カメラでも仕掛けてんの俺の家に。眼鏡かけてっからそっちが陰キャじゃねえか。だって眼鏡キッズって俺鎮球じゃねえから。え待って、お前伝説使っても勝てないの。大丈夫、あと一回残ってる。ザシアンで全抜きするつもり、もしかして。テラス鋼切ってゴールドラッシュ、威力130、特攻全振り、サーフを、巨獣は耐える。ちょっと待ち、ナイス。これ落とせないと負ける。よし、伝説使って勝ってもね、俺はあんま嬉しくないから。